2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたくまモン。熊本駅から世界へ活動の幅を広げます。今年度から始まった県まるごとくまモンランド化の取り組みが加速していて、今くまモンが熱いんです。くまモンは熊本駅構内のほか、アミュプラザ熊本の中にも館内のあちこちでくまモンがかくれんぼしているんです。ちなみに6階うまかもんテラス前のこちらのくまモンは含まれていませんよ。秘密のかくれんぼと題して、館内の1階から7階の7箇所に様々な形でくまモンが隠れているんです。ちょっと難易度高いですが、根気強く探してみてくださいね。アミュプラザでは今年5月、定期ステージを開催するくまモンステーションがオープン。にぎわい発信の場としてさらに盛り上がっています。くまモンステーションがパワーアップします。これからいよいよくまモンの新しい衣装がお披露目されるんですが、早くも多くの皆さんが集まっています。どんな反応をされるんでしょうか。7月31日、くまモンステーションをさらに盛り上げようと制作された新衣装がお披露目されました。3、2、1、お願いします。凛々しい姿を披露したくまモン。一新小学校吹奏楽部との初コラボを終えたくまモンは大急ぎで駅のホームへ。この日は駅長としての初仕事、 SL 人吉の出発式という大事な任務がありました。バシッと大仕事をこなしたくまモンに子どもたちは、かっこよかった、かっこよかった、かっこよかったし、なんかくまモンの貴重さ見るのも初めてだったからすごいなっていうのが思いました。コラボしてまたこんな演奏ができたらいいなって思います。くまモンが JR 九州の川底正吾駅長は、頼もしいですよね。私より頼もしいですよね。駅でやる以上はですね、やっぱくまモンの駅長の制服を着ていただきたいという思いがありましてね、やっと今日その思いが叶って一緒にですね出発式ができるのが、できましたので、ね、非常に嬉しく思っております。にぎわい発信拠点として本格始動したくまモンステーション。くまモンの新衣装にはこだわりが詰まっています。7月20日、軽め、あ、軽いですか、あ、よかった。およそ1ヶ月かけて作られた駅長衣装の仮縫いの日です。生地をどういったものにするかということでずっと話し合いながら皆さんと一緒に作ってきました。表彰の部分がですね、通常ツバメのマークになるんですけれども、素敵な衣装で嬉しいです。くまモンの反応は、とっても気に入った様子で早速持ち帰ろうとします。試着してみると、僕にぴったりで嬉しかもー。皆さんに熊本の良かところをたくさん紹介していくもん。けれっ、ポポー、シュシュポポ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 。実際の制服を参考に手作りされた制服は、胸元と帽子の表彰が熊門になっているほか、腕の文字も熊本になっていて、熊門は大満足、大興奮でした。県内3カ所目となる定期ステージを開催するくまモンステーション。くまモンのダンスのほか、
熊本にまつわるクイズも人気を集めています。熊本の県産の商品であったりとかですね、あとは歴史であったりとか、そういったところをくまモンステーションから発信していきたいなというふうに思っています。7月は七夕にまつわるクイズも。季節に合わせた内容で沿線の街並みや特産を紹介しながら熊本の旅を案内します。着実に進められているくまモンランド化構想、県全体がくまモンであふれるように県が推進するもので、今年は毎月のように新しい試みが目白押しなんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。くまモングループにはこの10年で販売されたくまモングッズがずらり。くまモンの衣装も医療系のイベント用に作られたドクター姿や、水産物 PR イベントで着用しているハッピ姿、農業イベントで披露している農家モン姿など150着以上作られていて、関連商品の売り上げは1兆円を超えています。本当にすごいなと、100年後も愛されるようなキャラクターになるように我々としてもしっかり支援していきたいなというふうに思っています。構想がスタートして以降、今年5月にはゆるキャラ初のジュノンスーパーボーイコンテスト出場や、今年7月にはくまモンが誘致主催しくまモンカップと銘打った現代版ベーゴマベイブレード大会の開催など新たなチャレンジに奮闘していますが、課題も見えてきました。10年前の環境、くまモンが誕生した時の環境と今では大きく変わってます。コロナ禍でイベントの開催が難しくなる中、くまモン人気を継続させるための手法が求められています。新しい取り組みにはウィズコロナも盛り込まれているんでしょうか。バーチャル世界、こういったところでもくまモンとの触れ合う機会を増やしたいというところで、8月12日からは人気アニメ「獣フレンズ3」とのコラボも始まり、ゲーム上にくまモンとくまモンをモチーフにしたキャラクターが登場するなど大注目のキャンペーンも予定されています。脇課長、くまモンに今後の抱負を聞きました。せーの、くまモンの魅力が県内いっぱい広がってですね、熊本に人、物、企業が集まるようなそんな世界をですね、目指していきたいと思ってます。これからもハッピーとサプライズをお届けするもん、楽しみに待ってて、はいよー、えいえい、もう